さあ、幸楽の駐車場の看板がレトロ。この壁がまたレトロだね、左側ね。さあ、今日は何にも目的なく東区を横断しております。さあ、タンメンのニュータマヤ、野菜摂取って書いてあるな、気になるな、野菜摂取って書いてあるな、行ってみたくなるね。あ、あそこなんたらショップなくなったな。やっとんのかな、でも夜真っ暗けだけど、真っ黒になってる。さあ、これウィルアイチの前あたり、ひょっとするとウィルアイチとウィンカイチを時々間違えますけど、ウィルアイチだと結構交通の便が悪い。ウィンカイチはいいけどね、ウィルアイチになるとね、だから講習会なんかセミナーとかだと、うわウィルアイチかよみたいなね、めんどくせえなーっていう、ウィンカイチならいいけどね。ウィンカイチはいかやんでもね、建物が結構細いでしょ。もともと敷地が細長いところだもんで、大きなね、横幅のある会議室っていうか、そういうのがないので。とはいえ立地がいいもんでね、名古屋駅のすぐ東側だから、結構疲れてますよね。ウィンカイチの前に出ました。じゃあウィルアイチだっちゅうの。ここもね、桜綺麗だよね、この右側のところ。何でしたこれ、こういうとこ一切名前を覚えようとしない。何だった、名古屋市、あ、市政資料館だ。ほー、なんかね、観光客の人がほーって顔してね、眺めてます。で、こっちがレトロなね、この長屋。なぜか、あ、でもね、結構みんな出てきとるね、この事務所、皆さん。ほら、そうだね、こんな古いで。さあ、そこのうなぎの木屋、木屋っていうの、本屋、木屋、違うな、うなぎ屋さん、その奥だ、山だよ、レトロは。ここね、いいね、この看板が。超レトロ。さあ、なんとなく県庁の裏手あたり、来ましたね。もう車多いでな、こう危ないな。さあ、どっちへ行けやすってなったら左曲がります。この前ね、でも1号線をちょっと走ってたんですけど、岡崎も都会だよね。名古屋と変わらんがなって、そんな感じの印象を受けました。まあ、名古屋もね、高層ビルが少ないもんで、意外と普通のその地方都市との比較ができちゃう、同じような感じだなって気がするよね、見ていて。さあ、なんかね、妙に人が歩いとるな。みんなどこ行くんだ、この暑いのに。結構人歩いとるじゃん。聞いてみたら、皆さんどこ行くんですかっていう、観光客かな。さあ、土日休日を除くという表示がある場所です。まあ、私もしばしばここは置かせていただきますが、今日も結構泊まっております。私が言ってるからといって置いていいかどうか知りませんよ。さあ、皆さんの判断で置いてください。私はそういうこと一切保証しませんから、何を言ってもじゃあ、ここはそういう表紙にあるということを申し上げたいです。どういうの置いてあるね、それにしてもトラックも置いてあるし、アイドリングストップ嫌だよね、もう排ガス臭いで、個人的にはやめてほしいなと思いますけど。はい、ここは自転車通路です。すいません、自転車通路です。ここ知らん顔してまた歩いとるで、今日はっきり説教したって。ここ完全自転車通路だよね、これ。これここできたんだ、これいいね。こんな道路広いもんね、ほら、こんなもん1個ぐらい作ったってなんてことないな、めっちゃ広いや。あ、この前情報提供ありました、名古屋キャッスルが随分立ち上がっとるという話なので、ちょっと見に行ってみましょう。名古屋城もね、私もこっちから一切入ったことないな。こっちから来ると不便だもんね、地下鉄駅遠いし。で、そこ何、金シャチ横丁、違うわ、金シャチ横丁左だわ、右側は入場門ですね。結構人入ってくな、名古屋城入れんよね、今確かね。はい、木造化は私はしてほしいなと思いますね。で、そもそも名古屋城、それは作り変えたからって、もともとお殿様のね、おるとこですから、その庶民がね、のうのうと上がってくとこじゃないもんで、基本的にはね、という私はそんな考えですね。えらい人歩いとらせてるな、ここも結構通路広いよね、これ3車線分ぐらいあれへん、えらい人おるな、まあ、左側ちょっと金車ちょこちょこ混んどるで見に行かんけど、パッと見てね、めちゃくちゃ人おった。あ、ここで冷水を汲んでいくか。冷水ってあれだよ、あの心霊現象の霊じゃないや、単に冷たい水です。ここで汲んでいきましょう、水を。さあ、こんな混み具合、めちゃくちゃ混んどるな。パッと見3連休なのでめちゃくちゃ混んでますね。どえらおるじゃん、山本屋にめちゃくちゃ並んでる、すごいな。あれ、観光地でしたね、ここは。さあ、吉直ゾーンです、金社長横丁の吉直ゾーン、大人気でした。それは偉い人おるな、それにしてもめちゃめちゃいます、すごいね、名古屋城みんな行くね。さあ、キャッスルどこまでできとるか。ああ、できとるな、確かに、確かにだいぶできとる。ああ、ほんとね、めちゃめちゃできてますよ。さあ、どんな具合か、こんな具合です。あー、だいぶできたね、やっぱり基礎に時間かかるよね。まあ、基礎できちゃうとあと早いよね、割とトントントンとできていく、すごいな。まだまだ積み上がっていくよね、何階建てになるかわからんけど。ここも木がでも切られとるな、ビッグモーターか、すべてビッグモーターの仕業みたいになる。名古屋城見えた、これサムネ、これサムネですかね。で、
キャッスルはこんな感じ。バス停は日野口町1丁目のバス停。一軒開発か。一軒って書いてあるな。竹中工務店だね、作っとんの。エスパシオ名古屋キャッスル竹中工務店、設計管理は日建設計だそうです。今日はいい感じだね。これは今日はお堀じゃない名古屋城日和かもしれない。だいぶ立ち上がっとるね。確かにすごいわ。ここも街路樹ないよ。これビッグモーターと一緒じゃない。これほんとなくなっとる。さあ相変わらずですね、ドブ臭いです。妙に水が緑だなここ。なんだろう、妙に緑ですよ。パッと見ね、魚の姿は見えませんね。いるんだかいないんだかよくわかりませんが、見えますかね。県体育館、今建設工事が進んでおります。そこのレトロな喫茶店もなくなって久しいね。ここの名城公園のとこにあった。さあ西区界隈突入しました。ここへ来るとね、似合うのうなぎが食いたがるよね。似合うのうなぎ、来ちゃったらどうする？たまには奮発する？日頃いいもん食ってないからね、本当に。めちゃ貧相ですよ。めちゃ貧相な食事。まあバランスは取れてるけど、安いものしか食ってません。はい、そんな偽のランチとか食ったことない。そんな外回りしとったって食わんよね、偽のランチはね。まあでも今時は1000円ぐらい出さんで食えんのかな。ちょっとね、今、宮尾に行こうか行く前か。ちょっと今ね、心がね、揺さぶられております。どうしようかなと思って。西条幼稚園、西条学校は西条幼稚園でした。さあそこは川端通り商店街のかつてあったところ、私のホームグラウンドです。散々来たの、もうどんだけ来たっていうぐらい。さあどうする、どうする家康、どうする自衛門。ちょっとね、今ねかなり心揺さぶられてます。宮尾のうなぎを食いに行くか否か。いかん、もうね頭の中うなぎのことでいっぱいになってきて夢中状態です。やばいな。まあ混んでなかったら行ってみようか。混んどったらやめようか。並んどるぐらいだったら当然ねやめますし、まあ並んどるっちゅうことはないと思うけど、お昼時だからね、人が多い可能性は十分考えられます。さあ名城市場の近く。さあ一応名城市場、名城市場と宮古、喫茶宮古の建屋はまだ現存してます。沖貫禄薬局の城西店もあります。いいね。さあこのまま西に向かいます。美濃街道西に向かっております。極み、なんだこれ、なんか新しい建屋で一人、おお、なんかおしゃれだな。なんか改装するのは見たけどね。うわすごい、なんか香港のマンションみたい。室外機がずらり並んでます。昭和の風景って感じだよね。さあここの通りもね、もう何十回も何百回も通りまして懐かしいです。